みなさん、こんにちは。ひとしあきです。今日はですね、新しい報告があったんで、なんと!10月1日からニュースゼロさんパートナーとしてお世話になることになりました。僕自身、メディアに対しては、ちょくちょく出させていただきましたが、ニュースゼロさんは3月に1ヶ月マンスリーゲストとして出させていただきましたけども、まあ、ここからまさか、パートナーという形でお世話になると思わなかったので、最初にその話を聞いたときは、とても嬉しかったですし、光栄でしたし、まあ、逆に言えばすごい責任がある仕事なのかなというふうに感じたので、もっともっと勉強して、皆さんに少しでもこういい内容をお届けできる、もしくは皆さんが、あ、なるほどなとか、こんな考え方もあるねんなとか、まあ、そんなあたりを、まあ、自分らしく作っていければ、いいのかなと思ってます。10月、いきなり最初はね、そんなにうまくいくかどうか、わからないですけれども、まあ、変化を楽しんで、ちょっとずつ成長しながら、皆さんと共に、こう、うまくできるようになればいいのかなと思ってますので、温かく見守っていただければ、まずは嬉しいなと思ってますし、まあ、ラグビーのニュースはですね、なかなか、まあ今、少ないところですけども、まあ高校も、その予選が始まったりとか、大学の対抗戦も、例えば10月から始まったりだとか、まあ、少しスポーツのニュースが出てきたりとか、まあ、B リーグさんも10月から、スタートします。女子のバスケットもスタートしましたけども。あとはですね、まあ、他の競技もいろいろと動き始めているのかなと思いますので、まあ、そのあたりどうお客さんをこう、どれぐらいのお客さんを入っていただくのかとかも含めて、まあみんなでこうコロナ禍をどうスポーツを盛り上げるのかみたいなところを追いかけられたらいいのかなと思いますし、まあビジネスとしては僕自身そこまで経験があるわけではないですけども、まあ自分で会社を作ったりだとか、まあこれからこう何をやっていこうかみたいなところを、まあ一緒になってお伝えできるといいのかなみたいなところも言ってます。まあ僕のビジネス動向というよりもですね、まあたくさんのニュースとか出来事が起こると思うので、それに対して、まあ、アスリートとか、まあ、今まで培った経験を踏まえて、なんかこう発言する中で、こう自分自身が将来作っていきたい世界観を、なんか少しずつお伝えできるといいのかな、みたいなところは、思ってるところなんで、ぜひとも10月1日木曜日23時から始まりますけども、まあ、楽しみにしていただければ嬉しいなと思ってます。月曜日はね、桜井翔。同い年の慶応の、まあ、大先輩というかね、このテレビ業界においては大先輩の人がおられますし、火曜日は落合さんという方ね、先日ご挨拶させていただきましたけど、本当にユニークで素敵な方だなと思いましたし、水曜日のパートナーの辻雅子さんはですね、お父様が辻、スラムダンク勝利学の辻先生でして、その娘さんなんですけど、大変お世話になってまして、最近はまあ、d スポーツっていうね、対話をこういろいろしながら、ご機嫌の価値をどんどんこう知っていこうとか、そういうことをやってるんですけども、まあお父さんとの接点がある中で、今度は、娘さんとの、まあ違う日なんでなかなかお会いすることはないんですけども、なんか一緒の番組に、出られるっていうのもなんか縁だな、みたいなところは思ってるところです。で、まあ、木曜日なんですけども、まあ何と言ってもね、不動さんと一緒にやらせていただきますので、不動さんは高校の大先輩で、めっちゃ大阪って感じがするんで、まあ僕としてはこうなんか、ああ、なんか家に帰ってきたな、みたいな、そんな雰囲気を作ってくれる人なんで、とてもなんかこう、ありがたいっていうか、心強いな、みたいなところがあります。まあ最後にね、いつもちょっと無茶ぶりがあるみたいな、そこに対してどう切り返そうかな、みたいなところは、まあライブ感もあって、ちょっとドキドキもあって、楽しみかなと思いますし、まあその他のニュースとか出来事に関しては僕自身まだまだ勉強しないといけないところはたくさんあるのかなと思いますので、まあいっぱいたくさん、まあ失敗もしながら学んで、で、なんか新しいものをね、作っていけたりとか、まあ皆さんにとってなんかこう、なるほどなとか、アクションにつながるようなことは、につながればとてもいいのかなと思っているので、いつまでね、この仕事ができるのか、やらせてもらえるのか、わからないですけども、最初から一生懸命やっていきたいなと思いますので、ぜひとも皆さん、来月から楽しみにお待ちいただければ、嬉しいかなと、思ってます。ちょっと緊張しますけど、まあ、精一杯やりながら、まあ、しかも夜11時からなんでね、
普段やったらちょっともうそろそろ寝なかな、もしくはもう寝てるような時間帯ですけど、木曜日は夜更かしして、ちょっと気合い入れてですね、ピッとして、まあいい準備をして、その時間を迎えたいなと思ってますので、これから皆さんよろしくお願いします。ぜひ見てください。